コンタクトレンズの製造などを行うメニコンからトキ保護募金に寄付金が送られました。贈呈式ではメニコンの田中秀成社長から橋本副知事に目録が手渡されました。メニコンは稲わらの分解を促進するアグリ革命の売り上げの一部などを毎年トキ保護募金に寄付していて、今年は五十三万六千円が送られました。募金は 時の保護活動に役立てられます。